ございます。好きな YouTuber たまさまとぶんちゃんです。はい、というわけで本日もやっていきましょう。50コインで買える希望、イエーイ、希望ポン。日の出みたいな、日の出みたくなったけどね。とりあえず、はい、まあめでたいですから、希望が、ね、希望が上がってきますからね。発表までは、はい、本日ね、はい、本日のね、そう、今ちょっとなんか忘れちゃったから見たけど、はい、ね、本日の希望のワードがね、はい、みんなが笑うなら大丈夫、はい、はい、みんなが笑うなら大丈夫、こちらですね。まあこれはね、なんかまあ平たく言うと、まあその場にいるみんなが笑うなら、うん、いいんじゃないって、It's OK みたいな感じの話なんですけど、うんうん、要は空気読みましょうっていう、うんうんうん、ね、どっかの店は書道で空気って書いてはい、あれ読んでってやってましたけどね。そんな店あるんですか。ちょ、あれあれあれ読んでってそれいいの。そうでもなんかまあ酔っ払いに空気読めてもなかなか難しいことなんだと思うんですけどね。うん、なんか結局のところですね、なんかまあ僕は人と話すときにすごい気をつけてた、ね、ことがあるんですけど、なんか例えば、まあ、こうだよねって、なんかああでもないこうでもないみたいな話にこうだよねっていうときに、そうなんですよねって言って本当に納得してるかどうかってときがあるじゃないですか、うん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 、そうなんですよねだけどって思ってるときだったら、あ、なんか違うんだなって思ってることがあるんだなって、あ、自分の今のこれ 100% だと思って言ったことは、まあ彼にとってはまあ 90%、80% もしくはもっとしたかもしれない、うん、ね、って思いながらいるときがあるんですよ。まあもちろんその表面だけで分からない部分もありますよ。でもその時になんか例えば自分が面白いと思ってやったこととかがなんか実はね、こう一部は笑ってる、一部はしらけてるみたいな感じだったら、うん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 、それはなんかね、正解ではない時はあるかもしれないなみたいな、うんうんうん、一部のものは深いと思ってるかもしれない、うんうんね、一部のものはこう笑ってるみたいな、うんうん、まあね、なんかそのいろんなね、こうことがあるけど、例えば飲み会で脱ぎましたと、うん、わっ、男はなんか笑ってる、女の子はしらけてるみたいな、うんうんうん、でそういう時はなんか考えた方がいいよねっていう自分はなんかこう面白いと思ってやってやってる、でもそうやって自己満足だなんて、なんかそのね、うんうんうん、なんかそんなね、こうね、男性器を見せられてなんか女性は引くみたいなねとか、何してんのみたいな気持ち悪いみたいなっていうね、軽蔑をされてますよって、うん、これなんかピーとか入ってると思うんですけど、そうですね、チュンチュンチュンそういうとこもあるじゃないですか。やっぱりだからなんかまあ一概には言えないけど、うん、多分ね、なんか自分プラスアルファの人がいるんだったら、例えば一緒に話して自分が面白いと思ってもなんか、ね、表情が違うなと思ったら、素直に笑ってないなと思ったらそれは違うかもしれないよっていう、うん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 、で逆に言うと、みんなが笑ってわーって笑ってわーってやったら、そういうのはなんかまあ例えばちょっとね外れたことをやってても、うん、なんかそれはまあいいんじゃない、まあそうですね、うん、まあ TPO を考えようっていう感じで、うんうんうん、まあだから本当にそういう部分でなんかなんかね、読まない人っていうか、まあ読めない人もいるとは思うんですよね、うん、やっぱりなんかそういうまあ障害の人もいるので、うん、それはしょうがないと思うんですけど、なんか基本的に表情見たらわかるよねって思うんですよ。なんか、うんうん、相手が不服に思ってるのか、だね、悲しく思ってるのか、怒ってるのかっていう、それは大体普通はわかるじゃないですか。うんうんうん、でまあなんかまあ言葉で、ね、に話さないとわかんないこともあるけど、うん、そうじゃないこと以外は大体普通はわかるよねっていう。うんうんうん、その気持ちよくお互い過ごしましょうという意味での言葉なんですけど。そうですね。まあ竹中さんみたいな人がね、顔笑ってるけど、なんか怒ってるね。ああいう人ってなかなかいないですからね。空気読むっていうところはまあそういうところなのかなっていう。あとはまあなんかね、一緒にいる人を誹謗中傷して、それを笑いにするっていう人いるじゃないですか。まあそのだからいじり方っていうのも、まあその人それぞれだし、そのお互いの信用度もあるので、うんうん、なんか例えば俺がブーちゃんに対して言ったことでも、同じことを違う人がやったらブーちゃんはね、機嫌悪くなったりするかもしれないし、うんうんうん、そこは考えてよみたいな、うんうん、俺が言ってるからいいわけじゃないよねっていうところはすごくあると思う。そうですね、まあ、うん、あとはキャラクター、その人のキャラクターがその他の人も伝わるぐらい確立されてるかどうか、うんうん、そこでいじってなんぼっていうところにもなるんで、そういうところを見ながらね、やっていかなきゃいけないのかなって思いますけど、うんうん、まあ、結局基本的になんか人対人はそうなんかもうなんか1対1だと思っているので、だから自分が例えばすごいね、なんか大物の人と一緒にいて、大物の人がそうね、なんか例えば違う人に対して横柄な態度をしてても、それはそれじゃないですか、うん、
俺も一緒に大変な態度していいわけじゃないよねって、その人と僕は初めましてだったら、うん、余計なおさらそうですよね、うん、僕と彼はなんかまあ彼と彼のまあまあね、その人とはもう初対面だから初めましてからね、まずは敬語からっていうのが人間基本的にはそうだと思っているので、うん、なんかそういうふうにまあ自分より年下であろうが何しようがまず敬語でね、まずあどうも初めましてよろしくお願いしますっていうとこから始めるのが普通の人ですよねって思うんですよね、うんうんうん、まあ、ただなんかその中で僕はあの、まあ、ちょっと特殊っていうかまあ、 あの砕けた考えなので、なんか別に敬語使わなくても別に全然いい人はいいし、なんかそのただ敬語使ってもすごい嫌なやつはいるんですよ。でそれってなんかでもなんか人間の結局根底に持ってるものっていうか、この人はどういう気持ちで自分と付き合ってくれてるのかなっていうものだと思うので、それが伝わってるから別にウェーってやってもやっと待ちゃんってなるし、なんかそうじゃない人はなんかこう出てきやってるだけの話だと思うんですよね。うん、だからまあそういうところでなんかやっぱりなんかわーっていっぱいいたらいたでみんなが笑い合えるならいいんじゃないかなっていう、うんうんうん、まあ多少やっぱりなんかちょっとずつの価値観の違いでなんかね10人中ね1人はちょっとなんか向いて なってますよとか絶対あると思うんですよ。それはでもフォローの試合かなって思ってるし、うん、あいつのとこあるからなって、でもなんかそういう気持ちじゃないと思うよとか、うんうん、フォローしてあげたりとかっていうことで生まれてくるものだと思うので、うん、だからそれはでもやっぱり自分もそういうことを同じことをしてるからフォローしてからフォローしてもらえるっていうし合えるものだと思うのでね、うんうんうん、だから本当にみんなで笑い合えるっていうのは逆に言うとその場にいるみんながみんなを信用しこうできてるものっていうのもあると思うので、うんうんうんまあ、そういうところがね、まあ、空気を読んで皆さんでまとめてこう楽しく過ごせたらいいんじゃないかなっていう意味でのみんなが笑うなら大丈夫です、はいはいはい、というわけで本日もねこちらの方の LINE スタンプ、ね、よかったらね買ってみてください、はいはい、でこちらの動画の方もねよかったら高評価グッドボタン、そしてよかったらねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、すすきの YouTuber、たまさまとブーちゃんでした。したっけ？笑うなら大丈夫。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。